ハルンケア、ハルンケアはまあでも大丈夫だけど、ここはさ、下から力入れてさ、腹筋みたいな、っていうか、ちゃう、違う違う、寒いからだと思う、これあったかいとだってちゃんとふってなる、お腹に力入れてさ、うん、筋肉つければ多分それも治る、うん、まあ、筋肉腹筋してねえもんな、これスルスルってしてねえもん、まあ、腹筋じゃんっていうのは近いってことがあるポブ、どこ行くタイリ、あのですが、お前ね、もうちょっとで行くわ、あの、なんかバカみたいな人に見てた、あ、いいよ、もう入れるのか、明日入れる、あ、まあ、遠くから違う、見るんです、でもいいかな、やっぱあんま興味ないじゃん、って言って、掘り出し持ったりしてね、マジラのアイノでさえ見てないのに、いや、マジラのあのガラクタ氏って名前が、ガラクタ氏はだってガラクタだから多分ないよ、うん、骨董品だからね、ここ、うん、あーやべえ、スキヤ来て、うん、いや、やっぱ時間ねえから行こうかな、今な、あー道の駅は間に合わねえか、16時になったら、うん、いや、間に合わない、間に合わない、無理無理、急がない、そういうのは、ここのところで買えれば、まあこの辺ぶっちゃけスーパーでも安いって聞いてる、うん、トキとかね、トキじゃねえや、なんだっけ、あそこ外れちゃった、トキって相手をね、あっちでできたわ、何、あ、そっち、あれ、だってこの間、最近トキのフィギュア出たんだ、あれ、こうやってるやつ、こうやって座ってるやつ、あー、やってるわ、あの、ヌードルストッパーってやつ、シューブ、カップヌードルの下の上に置けるのりのフィギュア、あ、はい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 、あれ、あれ、なんさっきのあの時じゃなくて、私だったやべ、痛い、いや、でも多分この辺のスーパーはさ、最短の1000円なんだから、多分どれも買っても美味しいと思う、行ってみるか、そう思うし、安いんじゃないかなと正直思ってる、まあね、じゃあスーパー行ってみるか、適当に、あの、うん、栃木じゃなくて、ね、栃木じゃねえや、うん、あ、海にある、こういう景色です、まあ、いや、違う、道の駅の方がやっぱ安いよ、問屋ないもん、あの、JA みたいな感じだから、そう、町田の JA が一番いいんだよ、行ってみてえな、行ってみる、え、やってるよ、あの、税務署の近くにあるはず、うん、JA、あー、首痛、ポップ首痛い、これ、ま、てか、いつ働くかまで書くのってめんどくさいの、 え、いつ働くかっていうところまで書くの、働く、あの、YouTube ね、そこまで書かされるのめんどくさーと思っちゃって、で、あと郵送で送るとか言ってたね、まあでも早く出そう、まあダメだったらダメで別にいいけど、ダメだったらダメで別にいいけど、うん、でそれでなんか開示させられて、内容やっぱダメですねって言われたら、じゃあいいですって言うけどね、じゃあもう完全もう私この仕事をや、なんだろう、携わらないんでって言うけどね、うん、YouTube の仕事を携わらないんでって言うからね、っていう、俺マジでめんどくせえもん、別にいいけど、クビになってる、なんかもう昨日で本当にプーンってきたから、さらに昨日というかもう最近のやつでさらにプチンってきちゃったから、疲れちゃった、うん、まあでもあんな仕事のスタイルやってたら身につかんわな、やれやるな、でもさらにやらないやついるけどね、でも大体そんなもんだなと思って見てるけどね、世間体は、うん、その携帯ずっといじってるやついるって言ったじゃん、すげえ周りからブツクサ言われてるもん、
まあ、俺もやれてるのか知らないけど、まあ、それは考えないけど。うん、後輩くんはひどいけどね、ちょっとさすがに。そもそも動かないから、会議とか出ないからさ、すげえ怒られてるよ。いや出てよとかってすげえ言われてる。まあ別にいいけどね、好きに好きに頑張ってくださいって感じ。ただあれはちょっとやべえだろうって思うけど、ズボンがずり落ちてきた。ただ、偉い人の隣ですげえずっと携帯じってるのはすげえ度胸だなって逆に思うけどな。席離れてる、うん、まあそれが今時の若い子ね。で席離れてる子、その後輩くん、うん、もうあいつずっといじってないですかって言ってきたもん。やっぱ分かるよなとかつって。だから俺はもうフワちゃんみたいなもんで仕事できるからその補填聞かせてんじゃないのって言ってたけど、いやそんなことないと思いますよって普通に言ってたけど。やべやべ、ズボンがずり落ちてきてる。いや無理だよ、ほぼ無理。あ、あ、そっか、僕のこと好きなんですね。だからやってくれるんですね。僕のことが好きだからそういうことしてくれるんですね。いいよ、後でチューしてあげる。ね、だから。いいよ、じゃあ一緒に寝まっちゃおうね。だから今日は一緒に寝まっちゃおうね。一緒に寝てるんですよね。わー、僕またヒヒ言うと思うんですかもんけど。ヒヒ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 だって悪かったのにポプちゃんプロジェクトはヒーヒーだわ、ちょっとはヒーヒーだわ。ふぅ、ただ天南座のあの道使えないのが逆に辛いけどね。あのトイレ側の近道封鎖してあったじゃん。何がダメだ。え、あれだよ、トイレ側のなんか崩れてるからダメですよって道あったじゃん、っていう。ちょっと待って、これポプちゃん持ってもらって、きせい怒っちゃうこれ。ちゃんとボタンすればいいんだけど俺が。じゃあちょっといいや、ちょっとごめん、これ腕に一旦置いて。あ、いやいや、うん、はい、せー、あ、はい、本当の黒だ。ちょっと落ちないように写真撮って。ちょっと上げてちゃんと。はい、すごいじゃんそれ。危ない危ない、よかったね。よいしょ、ちょっと待って。はいよ、あ、落ち着いた。パパママが好き、ママがワンワンですわ。僕はママが好き。ワン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 。ポンプの底持ってて。はい。なんかどっかでインコ刺さないかな。もうどこでも。フードが引っかかってる。どうなってるこれ、フードが。ああ。食い込んでるね。はい、あげる、うん。ありがとう。もういいよ。はい。行っていきましょうか。それはそっくり。いや。もうゴールだけどね、これ。ほう。確かに、あ、ポプって結構重いんだな。あ、なんだこれプラプラしてる、何これ。あ、これか。
仙乱座行く？行こうか。やっぱ行こう。じゃあ行っか。じゃあこのまま帰るか。行きたかったというか、どういうルートで行くんだろうなーっていうのをちょっと考えてた。あの道戻るのだるいん。あ、そっちの方がいいか。いや、やっぱだね。やっぱテランザ行こうじゃ。ギャリはテランザ行った方がいいよ。もったいない。しょうがない。ただあの道やっぱ使えないのが辛いねって思っちゃう。だからあそこから遠回りまたしていくんで、くるるって。でもそれしかないんだろうね。山の中通らない。あ、分かった。あ、違う違う、そうじゃなくて。あー、そういうこと？分かった分かった。あの、はいはいはい。楽しかったです。